EB5 それは何か、メリットは、詳細を見ていきましょう。 EB5 は投資家移民ビザプログラムで、世界中の民間投資家から米国経済への資本流入が可能となります。それと引き換えに、これらの資格を持った各個人は米国の永住権を申請することができます。その資金はどこへ行くのでしょうか。これらは直接経済へ流れます。ホテル、不動産、学校、病院、インフラ、スーパーマーケット、その他多数です。この投資は法的にリスクにさらされる新規営利事業に対して行われなければなりません。投資総額は180万ドル以上か、 TEA といわれる雇用対象地域の場合は90万ドル以上となります。この TEA とは、田舎もしくは高失業率に見舞われており、特別な経済援助が必要とされる地域です。プロジェクトへの資金投資には2つの方法があります。直接投資か、 EB5 地域センターを通じての投資です。後者の方法がよりメリットが大きくなります。なぜなら、10名の雇用創出要件を直接雇用、間接雇用、誘発雇用、またはこの3つの組み合わせで達成できるからです。事業計画が USCIS、 つまり米国移民局に認可されていれば、資本の窓口は大きく、一つのプロジェクトに投資できる EB5 申請者数にも制限はありません。数字の話をしましょう。 IIUSA が発行する最新の経済影響レポートによれば、連邦会計年度2014年および2015年の EB5 による貢献は、約110億の資本投資、35万5000件以上の雇用創出または支援、550億ドル以上の経済成長、230億以上の米国労働者に対する労働所得。一言で言うなら、 EB5 は海外からの投資を促進し、米国近隣地域を改善し、アメリカ人の雇用を創出します。これと引き換えに、永住権を得る機会が提供され、米国納税者への負担も一切なし。公平だと思いませんか。これらのプログラムにより、両者とも真のメリットを得られるわけです。さて、意味を理解したところで、該当しない点についてお話ししましょう。 EB5 は米国市民権の購入ではなく、グリーンカード、移住権、市民権取得を保障するものでは決してありません。また米国政府の安全や防衛のバイパスとなるものでもありません。実際に EB5 審査プロセスは、すべてのビザの中で最も複雑なものの一つです。そのため、私たちは皆同じ認識を持ち、関係者全員に大きなメリットが生まれ、安全な管理が可能となります。EB5 に関しては、多くの情報やプロセスが存在します。皆さんはインターネットで検索したり、政府に回答を確認する必要はありません。 IIUSA は EB5 に関するすべての情報を統括しています。 IIUSA またはインベストインザ USA は、非営利メンバーをベースとした事業者団体であり、 EB5 地域センタープログラムおよびその多くのメリットのために尽力する EB5 支援団体です。その使命は、それらのプログラムを改善し、 EB5 について知らない人々を教育し、全国の経済発展を促進することです。 IIUSA は EB5 地域センターの声を統一し、統計、歴史、地図、成功例など生きた情報を提供しています。またリージョナルセンタービジネスジャーナルという雑誌を発行し、適切で差し迫った話題について、詳細な最新情報、分析、予想を読者に提供しています。当非営利団体は国会と密接に連携し、プログラムの継続性と期待される成果の確保に努めています。 IIUSA メンバーには、 EB5 地域センター、法律事務所、金融サービス、海外の代理人などが含まれます。メンバーの申し込みはオンラインででき、コミュニティに参加することができます。また IIUSA では、世界各国でイベントを主催し、 EB5 関係者のネットワーク化、教育、事業発展の機会を促進しています。30年来 EB5 プログラムはアメリカの構築に貢献してきました。2005年より IIUSA はプログラム成功のための中心的な存在となっています。私たちはまだ始まったばかりです。より詳細を知るには、メンバー申請をするか、実生活の成功例を iiusa.org からご覧ください。